2月27日の宇野塾通信をお送りしています。この記事は1月29日のエコノミストの記事ですが、 Web3 ですね。 Web3 はインターネットビジネスを作り直すのか。部分的にはそうだ。しかし多分熱心な信奉者が思っているほど圧倒的な変化はない。 Web3 は、今流行ってますね。メタバースですね。クラスターというソフトがあって、それが、実際にそのセミナーやってもね、なんとか実況感があるっていうか、で、今まではどちらかっていうと、メタバースはゴーグルをつけてね、仮想世界を立体で見るわけですが、最近はパソコンの画面で立体感を出して、そういうふうなことをやろうとしているクラスターみたいなソフトが出てきてますね。 Facebook はね 26% も暴落しましたけど、ザッカーバーグが1兆円使ってこの世界に投資しようとしてますね。目的はビジネスでそれを活用できるようにしようということだと思いますね。Zoom でね、世界中の方が集まって会議はできますけども、でも実際にはテーブルにね、向かいにニューヨークからで、左にはヨーロッパから、右にはシンガポールからという方々が仮想で立体的に参加して会議をするという、しかもその、顔の表情もきちんと、Zoom の場合はよく分かんないんですよね。それがもうはっきり見えるような形でできるようになるということは、日本人はアイコンテクストの人たちですから、言葉だけじゃなくてですね、文字だけじゃなくて、その場の雰囲気とか、空気を読んで、どういうふうにするかということをやっていくような文化がありますので、メタバースの影響とか Web3 の影響というのは非常に大きなものがあるように思いますね。今日はそうした内容の話をですね、今日明日明後日としていきます。で、この中でよく出てくるのはノンファンジブルトークンという言葉ですが、非代替性トークンと訳されていますが、代替が不可能なブロックチェーン上で発行された送信権が入った唯一無二のデータのこと、デジタル上での資産の鑑定書や所有証明書としての役割を持っているということで、要するに描いた絵とかですね、それからアイコンとかっていうものが、NFT ということで取引される。で、その取引されたそのものっていうのはもうコピーはできないですね。それを第三者が見ようとすると、うんこのマークが出てきちゃうって、そういうふうになってですね。ここではだからエコノミストの表紙が40万ドルっていうこと、記事が後で出てきますけど、そういうふうなことですね。とんでもない世界が来るということですね。これはファソのベンチャーキャピタルの取引額、21年に、アメリカでは100億ドルで、アメリカ以外でも120億ドルぐらいですかね。アメリカでも同じぐらい、アメリカ以外でも同じぐらい。これはだからさっき言ったNFT の取引ですね。すごいですよね。120億ドル、120億ということは1兆2000億円の取引がアメリカであった。 NFT、 例えば画像とか絵とかそういうやつでしょ。すごいですね。ちょっとピンとこないんですよね、僕まだ。で、これで近頃ほとんど誰もがやっているように、モクシー・マーリンス・パイクは NFT で作った NFT を作った、ほとんど誰もがやっているって書いてまだ誰もやってませんよね。 NFT ってさっき言ったようにアイコンとか絵とかそういうものが大体できないような、それ一つしかないようなものを売買する。このモクシー・マーリンス・パイクっていうのは後で出てきますけど、オープンシーの制作者ですね、確か。
このデジタル伝票は集中化された認証コードなしで、バイヤー特定のデジタル資産を所有していることを証明するための賢い暗号初期法を利用している。ビットコインのような暗号通貨と並んで NFT は Web3 の最も目に見える具体化した例示だ。その信奉者やベンチャーキャピタルの支援者たちは、インターネットのより良い、より分散化されたものとして歓迎している考えで、ブロックチェーンとして知られているその頂点に分散化された台座を作っている。マリンスパイクですね、これ。マリンスパイクは安全なメッセージングアプリのシグナルってソフト名ですよね。を開発したのだが、彼のような技術者、デジタルアーティスト、芸能人、時には新聞でさえ NFT を発行し、コレクターにそれを販売し、時には高額で、エコノミストの表紙の画像の実体のないものが40万ドル以上で売れた。これがね、僕分かんないですよね。本当に誰が買うんですかね。まあ後でその軽くちょっと言って話してるのがありますけどね。この NFT はどれも暗号で信頼できるように見えるが、マリンスパイクの NFT はそれを開く人によって形が変化する。もしあなたがそれを買ってパソコンで開いてみると、その NFT はうんこマークに変形する。だから他の人が買ったものを開くと、うんこマークになっちゃうんですね。数日後、この NFT がデジタル工芸の市場である。オープンですね。これちょっと違いますけど、いけない。オープンシーによって記録される。このことはマリンスパイクのやり方だ。なぜなら彼の目的は金を稼ぐことではなく、関心を高めることだからだ。彼の NFT が示しているのは、NFT は宣伝通りの非代替性のものではないということだ。誰もが見ることができるというものではないという意味、ものではないという意味。暗号がないと見えない。そして、オープンシーの反響が説明しているのは、おそらく分散化された Web3 は、自分自身の門番、すなわち分散化されたブロックチェーンを持っているということだと。中央の機能が維持できるのか。マリンスパイクの企みは多分この数年間の間 IT 業界で爆発する最大の議論の新局面を展開した。一方で IT 技術によるユートピア人形で、さまざまな Web3 サービスを組み合わせた企業とそのベンチャーキャピタル支援者たちがいる。彼らはサイバースペース上で Web3 が次なる目玉だという。それは完全な分散化でワクワクする見返りが起こることを約束している。さっき言ったクラスター、そう、ソフト、そうですね。世界的に見て仮想世界におけるベンチャーキャピタル取引の価値は昨年250億ドルに達し、250億ドル。2兆5000億ですよ。2020年には50億ドル以下だった。先週、アンドリーセン・ホロヴィッツはシリコンバレーの最も著名なベンチャーキャピタル企業の一社で、最大の Web3 の擁護者で、略称で A16G だね、これ。A16G と呼ばれているが、45億ドルの Web3 関連のファンドを立ち上げると言っていたが、既存の3つのものの合計が30億ドルあるが、それに加わるということだ。上級パートナーが A16G を今週再、これ 16G って言ってるんですね、きっとね。16G を今週退社し、Web3 に焦点を当てた会場を立ち上がる。だここではだから、NFT を中心に最初話してますけど、ここからですね。2020年、21年。で、さっきで250億ドルっていうことで、NFT がまず話の始めになって、で、いろんな会社が、いろんな組織が参加してきて、エコノミストの表示でさえ40万ドル以上で売れたっていうんですね。それを中核にあるのはオープンシーというそういう市場ですね、仮想市場で。それともう一つやっぱり Web3 サービスに対するその投資がですね、
出てきてる。だからこれはだからアンドリーセン・ホルビッツがやってるんですけども、それは Web3 のさまざまなサービスがあるよということで、これは明日に引き続いて説明していこうということになりますね。今日はまず NFT ですね。